どうもこんばんは、加瀬伊助です。今日は2022年の6月の9日、木曜日に、今からお届けしてまいりたいと思っております。ちょっとメールが来ましたが、まあいいや。ですね、今、世の中で起きていることが、ね、非常に大きな動きが起きていてというのはですね、この動画を見ていただいている皆さんにはもうすでにお分かりかと思います。私がですね、この2週間をかなりですね、まあ、有意義に非常に楽しく過ごさせていただいておりますのは、まあ、皆さんの、多くの言葉と、そして、各地方で、見せていただいている皆さんの、まあ、政治に対する熱気と、そして、まあ、参政党という新しいですね、政党の動きに対しての世の中の反応、その他ですね、まあ、とにかく多くの皆さんの声がですね、もう各方々で届き出したということが、まあ、今の私の生活にとって非常に大きな糧となっていて、突き動かす原動力になって、で、まあ、約2週間、3週間と時間を過ごしていくにつれですね、その気持ちはどんどん大きくなっていっているというところですね。まあ、とにかくですね、今世の中が動いているということを、ひしひしと感じまして、これをもうふつふつとこう喜びとしてですね、私の中ではこうどんどん消化されていっているようなところがありまして、まあ、本当に、とにかく言う言葉すべてにおいてですね、まあ、ハイクオリティな日本の政治の時代がやってきたなというふうに考えております。そしてで、まあ、私がですね、今回この動画でお話ししたいことについてなんですけど、まあ、せっかくですね、金曜日に意味があるニュースを出すという、そういう動画を今撮っておりますの で、さらにはですね、政治に興味がある方がこちらの動画を見ていただいていると思うんですね。なので、私としてはですね、意気揚々と喋ってまいりたいかと思ってるんですが、話したいこと内容というのがですね、いくつかあるんですけど、まあ、重要度の高い分からですね、お話ししていこうかなと思っております。まずですね、一番私が今言いたいのはですね、コメントをですね見て、私の心が非常にですね成長しているなというのを感じるんですよね。まあ先ほどコメント、まあ今日はそんなに多くなかったんですけど、7件ぐらいコメントを返して、その中でとてもですね印象的なコメントが一つありまして、まあその話についてまずお話ししたいかなと思っております。コメントについて、私のですねロマサガ3の雑談の動画にですね、長いコメントをですね打っていただいておりました。まあコピペのような形でもあったんですけど、まあ以前ですねコピペをですね長い聖書の一端みたいなコピペを貼っていただいた方には申し訳ないですけど、そういうことはやめてくれと言いました。ただのコピペというわけじゃないにしてもですね、何かの言い回しだけをちょっとずっと言ってるっていうのは、ちょっとそれは歓迎できませんので、ぜひご自身のお言葉をですね、コメント残してほしいということで断らせていただきました。まあでも、その方はですね、まあ敬虔なクリスチャンかなという感じだったので、理解していただきました。まあとにかくコメント欄に寄せられた言葉にとても救われていて、で、今日いただいたコメントはですね、とても重要だったんですね。今日いただいたコメントっていうのは、どういうものかというとですね、まあ、人間の価値ということについてかなり深掘りしたコメントを、寄せていただいておりまして、で人間の価値というのをですね、私が、まあ、動画の中でですねゲームをずっとしながら動画の中で話してるんですけど、まあ、人間の価値というところ、そのロマンサガ3の中で話してた内容というのがですね、まあ何でも鑑定団に出てくる中島清之助さんの話を持ち出してきて、当時10年前、当時私が読んだ本の中から、事例を紹介したりだとか、まあ、どういう人がですね、力を身につけているんですよみたいな、真なるものは何か、義なるものは何かっていう、そんな話をですね、つらつらとゲームしながらずっと喋っていて、まあその動画に関してはですね、私もですね当時、2ヶ月前に喋った収録した動画をですね今日アップして、で2ヶ月前に収録した動画ってあと10本ぐらいあるんですけど、まあそれをですね、本来毎日更新していきたいんですけど、それはできないんで過去に収録した動画を、流していたんですけど、誰も見てくれないんですよね。ロマサガ3の動画は
1回しか再生されてないやつとかもあるんですけど、それはまあ、私の不徳の致すところではあるんですけどね、ロマサガ3の動画は誰も見ていないのに30分ぐらいですね、ゲームをしながら誰も聞いていない言葉をずっと喋り続けていたっていうのをずっと続けてたんですね。まあその経緯について簡単にお話しますと、2年前にですね、何かが起きて、でそのおかげで私が政治的な動画をずっと出してたのに、不適切ということですから、政治的な発言をする動画は不適切って言われたんでやめたんですよね。で政治的な発言してはいけないということですから、じゃあどうしようかなということで、じゃあ他にやりたいことやろうと思って、仕方なくゲームやったり音楽したりとかやってたんですよね。で、今年の1月になってですね、そろそろ政治の発言大丈夫かなとか思いながら探り探りで、まあ、金曜日1回ぐらい政治の話しようと思って、今6月なんで、半年間ぐらいはですね、もう政治の話を今更しても誰も見向きもしてくれないような状況になっていたんですが、一生懸命やってたわけです。で、そうしてですね、ゲームしながら政治の話を週に1回しながらっていうことで今年は過ごしていたんですけど、どうやらですね、日本に参政党なるですね、いわゆる本物の党がですね、決闘されていて、しかも夏に参議院選挙があると、そういう運びだったわけですね。そして3週間前に出した動画によってですね、たくさんの方が見ていただくようになるという、まさにですね、このタイミング今だっていう感じのタイミングで動画を出したっていうところなんですよね。俗に言うバズるというやつなんですが、3週間前に出した動画が私の中ではですね、5000回再生されたっていうことでかなりバズったと思っております。で、そのおかげでたくさんの方がですね、興味を持っていただいて、政治関係の発言に、私に耳を傾けていただける方がですね、増えて、で私としてはウハウハかといえば別にそうでもないんですよ。全部お金は寄付してるんでウハウハではないんですが、ある意味ファンの方がですね、増えたというイメージです。だから私はですね、動画で何度も申し上げてますけども、参政党員ではないし、参政党を応援するのは基本的には6月の1ヶ月間、そして参議院が始まって1週間はもう多分、そのぐらいですね、参議院選挙が終わるまでは参政党を一生懸命応援します。あとはですね、今までの動画に戻りますよという話をしてですね、でその間に得たお金はもう全部寄付しようかなと思っています。ちょっとお金の話はって言ってしたくなかったんですけど、もうその方がいいかなと思ってます。もうすでにですね、1万円以上財布からお金を出してますんで、応援したいからお金を払ってるという、ただそれだけですね。だからそれに関しては別に、私としてはですね、それは日本の国を変えれるなら、それは10万円ぐらい全然払ってもいいかなって正直思ってますんで、そのぐらいのことかなという感じですね。皆さんよく考えてほしいんですけど、今からこのままに日本がダメになったら、いくらお金があってもですね、何の価値もないですよ、正直ですね。たとえ貯金が500万円あったとしてもですね、周り中中国人だらけみたいな国に住みたいとは思わないと思うんですけどね。それはいいんですけど、それはもうお金は自分の自由に使えばいいことなんで、それは構いませんけども、私としてはですね、6月の間だけは、参政党メインで動画を出していきますということで、今、仕事が終わってから動画を撮って、で、今週1週間はですね、ちょっとある動画を撮るために、ちょっとそちらの、制作に一生懸命なっておりまして、で、そちらの制作は、なかなかうまくいかずというか、時間がかかってしまったんで、全然毎日参政党関連の動画は出せなかったんですよね。で、毎日出したかったので、一応ロマサガを収録してますから、それを出してちょっとお茶を濁すみたいな、そういう感じではあったんですよね。だけどこれもまた本当にタイミングの妙でですね、ロマサガ最初はゲームを一生懸命やってるんですけど、でももロマサガ私も何回もやってるんで、もうあとやることないなっていうことでレベル上げをしてたんですよね。でレベル上げしてて、そのレベル上げするだけなんで結構楽なんでですね、じゃあ雑談でもしようかということで、ロマサガ3の今の状況っていうのはほとんど雑談しかしてないんですよ。しかも私がゲーム内で話してる内容っていうのは世間話とかじゃなくて、基本的には世の中の真理の話をしてるんですよね。その世の中の真理の話をしているんですけど、10回ぐらいしか再生されてなかったんですよ。ところが
まあ参政党関連のこともありまして、バズりがありまして、でこの前出したやつとか50回ぐらい見ていただいてまして、幸いにもバットをつける人はいなかったんで、それは助かってるんですけど、ただその私の内容を見てですね、聞いて理解を示してくださってる方もいます。そしてまあその方がですね、その方のお一人が、まあ、今日コメントをくれてたんですよね。まあ、その内容についてちょっと先にお話したいかなと思います。今日ちょっと長めにどんどん喋っていきますので、その点ご容赦ください。でもかなり重要なことを喋っていこうかなと思っておりますので、まあ、そちらの方ぜひ最後まで聞いてほしいんですが、重要なことで最初の一つ目のお話ですね、今回の。まずそれはですね、真理を見極めることが大事だという話をしてるんですよね。で、真理を見極めるっていうのはどういうことかっていうと、その人が本物か偽物かっていうような話なんですよね。これは非常にタイムリーで、私もですね、人間を見極めるためには、その見極める人間がしっかりしていないことにはいけないよっていう考え方を持っているんですね。だから、分かりやすく言うと、アホな人間には人間を見極めることなどできないということなんですよ。で、アホな人間というのは世の中には、かなりいるんですが、私が言うアホな人間というのはもう本当、もう誰が見ても一発でわかるようなアホのことを指していると思ってください。そういう人はですね、何をやってもダメということなんですよね。ところが、そういう人ほど口が立つというか、そういうところも正直ありまして、なかなかですね、世の中にそういう人がはびこっているところもあります。で、そのただのアホは別にいいんですけど、困ったのがですね、本当に狡猾な悪が世の中にはいるんですよね。狡猾な悪で、狡猾な悪というのはですね、分かりやすくはないんですけど、ちょっともう今回ちょっと皆さん置いてきぼりにしていきますんで申し訳ないですけど、ディープステートみたいな、そういう狡猾な悪が世の中にはいるんですよね。で、それをですね、さもですね、いい顔をして、さも優しい顔をして、甘い言葉で近づいてきて絡め取るみたいな、そういう存在が世の中にはいるので、ただのアホはいいんですけど、そういう危険な人間というのがですね、一番恐ろしいかなとは思うんですね。ところが私たちが生活している生活圏の中にそういう怖い存在というのはありますので、その怖い存在を私たちは見極めなければいけないんですよね。この話をずっとですね、ロマサガをしながらやってたんですよ。で、私のそのロマサガの動画にはですね、そういった言葉がいくつも散りばめられていて、で、再生10回ぐらいしかされないっていうのを繰り返していたんで、こんなことやってて意味あるのかなっていう思いは正直あったんですね。だけど、はっきり分かったことがあるんですが、今世の中が変わってきてるんですよね。つまり閉塞的な世の中が終わって、で人々が声を出すフェーズに入ってきたという、そういう感じです。だから景気の波と一緒でですね、景気っていうのは非常に調子がいい時もあれば、ガーンと下がっていく時もあるっていう、ちょっとグラフが作りにくいんですが、こう上がっていったら必ず下がるところがあって、そこを見るんですよね。そこに落ちて、その底がどこかっていうのは分からないんですが、必ずこうそこまで行ったらまた上がっていくっていう、そういう波になってるんですよね。時間軸としては波です。で、今確実にですね、日本の経済が、ガーンと沈んできているところにあって、で、そのガーンと沈んでるのを、例えばですね、この画面より下まで落ちてしまったらもうその国はアウトっていうことであれば、もし日本がここまでして下まで落ちてしまって手が見えない、今この状態になったらアウトなんですけど、まだそこまで行ってないんです。で、そこまで行ってない状態で、実は人々が声を出す時代になったら、そこがこう上がっていけるんじゃないかなっていうのが今の私の予想というか、今の日本の状況なんじゃないかなと思うわけですよ。で、それはなぜかというと、皆さんももうお分かりかと思うんですけどね、今の日本の経済状況っていうのは非常に厳しい状況になっています。よく参政党の演説の中で出てくる外資に買われすぎっていう話を皆さん、ご存知な方もいると思うんですけど、株主をですね、優遇するっていうか、
そういう制度を作り上げたのが今から10年ぐらい前の話なんですよね。でこれは私も学生というか、まあ、受験生だったから分かるんで、まあ、あの行政書士を勉強しててずっと法律やってましたから分かるんですけど、商法が改正されたのが今から13、14年ぐらい前かなと思うんですけど、商法は大幅な改正を見てるんですよ。でこれは法律の改正ですか、もちろん国会議員がやってるんですけど、自民党ですね、自民党が作ったこの商法改正というのがまさにですね、株主を優遇して、そしてその今までの日本の国内のシステムを一回壊してしまおうっていう、まあ、そのガタガタにしてしまう日本の企業をですね、特に大企業がガタガタになって、取締役とかその株を公開する公開しないというところが今までこう絶妙なバランスで、日本が保たれていたものをですね、外の圧力、まあ、いわゆる外圧ですよね、外圧によってそれを、壊してしまったんですよね。でそれを壊したことによって大企業が一気に買われてしまったという、そういう、まあ、情けない経緯があるんですよね。これは誰が情けないかっていうのはまあ難しいところなんですけど、残念ながらそういう結果が訪れているのは事実です。だからそれによって日本の制度が、外からの外圧によってまた壊されているっていうことなんですよね。で、まあそれを分かりやすく参政党の演説では言ってるんですけど、結局ですね、まあ、外資ですね、外資が日本に入ってきてそれを自由に、することができるようになってしまったと、まあ、それによって起きたのが株の買収であったり、あとはまあ中国資本がどんどん入ってきて日本の中で猛威を振るっていた時代というのがですね、まあ、日本人にとっては非常に大きな打撃であったというのは事実かなと思います。正直この辺私も細かいところをお話しできるまでの理解ではないんですが、少なからずですね、皆さん中国資本に恐れていた時期がありませんかという感じなんですね。中国がどん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 自分たちの地方に入ってくる、そして土地を買う、水の資源を買う、でチャイナタウンを作る、国、まあまあそれはもう皆参政党のいろんな人がもうそれ暴露してるんでお分かりかと思いますけども、まあそういったことが起きて、でまあ、これからの日本がですね、いわゆるその日本人のための日本じゃなくなってしまうっていう、そういう危機感が、まあ、どんどん募っていってたのを私は非常に身近に覚えています。まあ、その覚えているっていうのがですね、まあ、2016年、まあ、そのあたりかなというところなんですね。今から6年ぐらい前の話なんですけど、まあ、やはり、中国経済の勢いというのがまだその時はかなりありましたので、これから日本は世界はどうなっていくのかといって、まあ、私はかなり中国ウォッチをしていたようなところがあるんですね。まあ、そんな感じで、日本っていう状況が非常に厳しくなって、で、まあ、ここからの話をちょっとなくすると長くなってしまうんでちょっと端折ってはしまうんですけど、私はですね、ちょっと話を端折って申し訳ないんですが、中国経済が凋落していくっていうのはもうすでにかなり予測が済んでいたというか、中国経済が凋落するのはもうすでに予測済みだったんですよ。で確実に凋落すると、でそのタイミングがですね、いつになるかというのをずっと探ってたんですよね。でそれがさっき言ったその景気の波で必ず上がってきたら必ず落ちると。で私の予想ではこの中国経済の上がり方っていうのはもうちょっと異常だったんですよね。ガホーンと上がって、でここまで上がってからどこまで落ちていくかっていうので、まあそれをですねずっと探ってたんですよね。で私の予想ではですね、2020年だったんですよね。2020年に中国経済がもうもっともうどん底に落ちてしまう、この画面を下行ってしまうなっていう、そういうのを予測してたんですよね、2020年。でその2020年に中国経済がガタガタになることによって世界中が大混乱になるっていうのを予測しておりました。でそれをですね、2020年になった時に今からどういうことが起きるかということで起きたのが、まあ、例の病気だったわけですね。でそれは中国人が引き起こしたというわけでも特になく、まあ、それを狙っていた非常に狡猾で恐ろしい存在があったんだよというのをですね、まあ、私はそれ後で、まあ、確信を持ったわけですけど、まあ、当時もそういうイメージはありました。まあ中国という国家をですね、脅威と捉えるんですけど、それもまだ、まあ、ある意味こうアンダードック的なですね、まあ、かませ犬的な存在、でしかなかったのかなとは思うんですけど、まあ、しかしそのかませ犬に日本はやられすぎなんですよ。本当にそこまでかというぐらいですね、正直やられすぎました。で結果として
まあその他結局後ろで操ってる存在っていうのは日本を操ってる存在でもありますので、まあそこをですね実際どうやって抑えていけばいいかなという話をですねまあしなきゃいけないんですけど、結局できないんですよね。それはできない。なぜかというとそんな力がそもそもないからなんですよね。難しいんです。実体がない存在を捉えるのは難しいし、まあ、いわゆるその悪魔の証明みたいなもんなんですよね。ないものを証明するのは難しいんですよ。で、ないものを証明するのは難しいのプラスですね、ないと思われているものをあるように証明するっていうのも非常に難しいんですよね。まあ、こういったところもあって、やはり非常に狡猾で危険な存在というのが、怖い存在だというのは間違いないんですよね。だから私もあまり言いたくはないんですけど、まあ、しかし、そういったことをですねまさか声高に、ですね、唱える政党がこうして現れるとはという感じなんですよね。だから、まあ、今こうして皆さん見ていただいているかなと思うんですけど、まあ、今から日本の政治というのは次の段階に入ったということなんですよね。すいません、ちょっと話がちょっと錯綜しまって、ちょっとまとめますけども、今私が一番言いたいのはとにかくコメントでですね私の動画に耳を貸していただけるようになったということが非常に嬉しいことなんですね。コメント返しの中ではですね動画で喋りますと言いましたので、そのコメントの中身についてちょっとお話したいかなと思います。コメントの中身についてはですねロマサガ3の75番のやつをですね見ていただければと思います。もうそちら見てください。許可得てないんでこちらではお話しませんけども、コメントは自由に見ることができます。ですねそのコメントの中にはですね真実を見極めるために何をするべきかということを書いてたような風に考えています。ちょっと今もう確認しないんで確認するか。はい、ちょっと確認しました。ちょっと喋りながらだとですね、うまく伝えれるかわからないんですが、要するにはですね、こう、人間にとって最も大事な価値を見出すっていう力のことについてちょっと、触れられてるんですけど、真贋を見極めるということですね。偽物なのか本物なのかを見極めるっていうのはすごく大事なことだと思うんですね。で先ほどの話っていうのも結局ディープステートのことを言うとですねそんなものは陰謀だという人がいると。でそれが陰謀なのかどうなのかっていうのはですねやっぱり自分で考えないといけないと思うんですね。例えば皆さんナイフを持った男が目の前にいたらですねこいつは危険だってわかると思うんですよ。それはもう誰でもわかるんですよね。ところがそのナイフを持った危険な男よりももっと危険な存在があると言われた時に、いやその存在のことがはっきりわかりませんから私知りませんって今なってるんですよね。でそういうことによって今の日本は大変なことになってるっていうことなんですよね。でそれがわからないとか考える必要がないとか、いやそれはちょっと自分にはみたいなことになっているというのが今の現状なんですけど、それってナイフ男を放置するよりもっと大変なことが起きてるんですよということなんですよ。でこれは真贋を見極める力があればそういうことを考えて対策をするなりで、広めるなりそうなんですけど、そういうことができるんですけど、皆さんそれをですねやってないんですよね。大体ですね人は未知なるものというものを恐れるというのがそういう傾向があります。でそれは別に、私がそうじゃないかということもなくですね、人間すべからくですねやはり初物というものには警戒心があるんですよね。初物というものは自分にとっては未知なるものです。で未知なるものをする、未知なるものに挑むという時には、気構えなきゃいけないし失敗するかもしれないし、結局としてはですね二の足を踏んでしまうんですよね。で二の足を踏むことに対して一歩前に出る勇気が大事だという話はちょっと動画でも差し上げたんですけど、結局その勇気を出すことによってかけがえのない何かが得られるかもしれない。だけど自分の身を滅ぼすかもしれない。それだけじゃなくて周りの人も巻き込んで最悪なことになるかもしれないというリスクがあります。だから自分にとってのメリットと、それを被ることによるリスクと、そこをですね両天秤にかけて、で自分が何を選択するべきかということを自分で考えなきゃいけないんですよね。それが世の中だと思います。だからそのために必要なのが真贋を見極めるスキルだという話をですね、コメントで、されております。
実はこの真贋を身につけるとかスキルっていうのがですね、実は私が目指していた日本再生計画というか、そういったものの本質なんですよね。実は私がですね、誰も見てくれないロマサガをしながら一生懸命これを伝えるにはどうすればいいのか考えて、そのためにですね、ゲームをしながら喋るスキルを一生懸命身につけていました。それが役に立った瞬間だったなという感じなんですけど、私はですね、ゲームをただしたいんだったらゲームすればいいんですけど、いい年なんで別にそんなゲームがしたいわけじゃないんですよね。ゲームがしたいんじゃなくて世の中に言葉を発信したいんですよと。で、言葉を発信しようと思ったら不適切とか言われて消すぞみたいなことを言われるわけです。だから黙ってたんですよね。だけどただ黙ってるだけではですね、何にも変えることもできないし何にもならないじゃないかということで、何とかしてそれを伝える方法がないかなと思ってゲームをずっとやってたんですね。で、ゲームにはいろんな本質が隠れてるんですよね。ロマサガ3の主人公は巨大な悪と戦うっていう物語の主人公です。で、その巨大な悪を倒すために、山に住んでる竜に手助けしてもらうようにお願いするんですよね。で、竜っていうのも結構傲慢でですね、人間を襲ったりするような存在なんですけど、その悪が気に入らないから一時的に戦おうということで共闘するんですよ。だけどその共闘してその悪を一旦退けるんですけど、最後その竜っていうのはその主人公に殺されるんですよね。で、なぜかというと、その竜っていうのは本質的に人を襲ったりとか、竜であるがゆえにですね、人間にとっての脅威になってしまうと。で、それを分かっていながらですね、一旦仲間になるけども、最終的にはですね、一緒に戦ったその竜を殺害するという方向に行くとか。で、なんでそんなことになるのかなとかいうのは、やっぱりかなりこう世の中の真理を表してるんですよね。だから結局人と一緒に生きてはいけないっていうことをですね、物語っている。で、それをですね、排除するのか共に生きていくのかという選択肢があるんですけど、なかなかそれに関してはですね、うまくいかなかったっていう、そういう話かなと思うんですけど、世の中でそんな本当に厳しい判断を迫られることなんかいっぱいあると思うんですよね。で、それを見極める力っていうのは、いわゆるその真贋を見極めるということだと思います。それを見極めるために必要なものはですね、知識であったり努力であったり、いろんな世の中にはですね、それを取得するためのツールが山ほど溢れてるんですよね。で、私はそのツールになろうと思ってそもそもこの YouTube を立ち上げました。で、じゃあなんだそれはということで、コメントでも触れられてるんですけど、大事なのはですね、もうとにかく繰り返しましょう。繰り返すのが大事。そしてなぜだという、それを突き詰める気持ちを持つことが大事。そしていろんなことをですね、一点集中じゃなくていろんなことを知ることが大事と。で、いろんなことを知る中でもできる限り深く学びましょうということで、あと深く考え、広く考えるということが大事ですよと。で、そういうことをすることによって自分の目が肥えていくと。で、自分の頭が太っていく。で、自分の頭がですね、すっきりしてくるんですよね。で、そうした中で、巨大な悪を見たときに、ああ、この男はなんかナイフを持って危険だな、危ないなっていうのは、目の前のナイフ男を見てわかるんじゃなくて、その存在そのものに、こいつはちょっと厄介なことになるなっていうものを、実体がなくても捉えることができるようになるんじゃないかということなんですよね。で、そのために必要なスキルとして私がよくお勧めしているのは速聴能力なんですよね。2倍速、3倍速。で、私は4倍速まで一応一通りやってるんですけど、最終的にたどり着いたのはですね、1.75 倍でいいんですよね、YouTube の。2倍じゃなくていいです。1.75 倍で十分ですから、何度も、ぜひ当たって理解するというのが一番効率がいいかなと私は思っておりますが、それについてはまた別の動画でお話したいかと思うんですけど、私がですね、ロマサガ3をしながら真贋を見極めるとは何事かということをですね、喋ったら、それを一生懸命見ていただいてですね、それにコメントをくださっている方が、今日現れましたから、私はその参政党という、そういう人たちを介してですね、こういう人と出会うことができたことが非常に奇跡だと思っています。それをですね、一番重要なこととしてお話ししました。
まだ時間はもうあんまりないですね、あんまり喋ってもあれなんで、まあ、それがまあとにかく一番喋りたかったことです。であと、まあ、それにまあ近いような話でもあるんですけど、たくさんの方からですね、励ましの言葉とお礼の言葉をいただいたんですよね。ありがとうございましたと、人に感謝されるというのは本当にですね嬉しいことで、で私はですね、まあ、よくそのただ動画出してるだけですからって言ってるんですけど、この動画を作るの大変なんですよ、本当に。もう丸一日仕事しても目がシパシパになってですね、動画を撮って、で動画を撮ってそれを編集して、また目をシパシパにして、で12時過ぎになってからもう本当絞りかすのようにこう寝て、で朝起きてもまだちょっと疲労が残ってるんですよね。で若い時だったらいいんですけどね、まあ今私もそれなりの年ですから、まあそういうとちょっと怒られそうな年ではあるんですけど、私の動画は本当にご高齢の方見ておられると思いますんで、そうは言えないんですが、でもそう思うんでしょうがないんですが、まあでもですね、今日お話しした内容はですね、とても価値が高いと思うんですね。だからちょっと最後に、コメントの中から私が非常に嬉しかったことを2つ喋って終わりにしますけど、コメントの中にあったんですが、私のドアは常に開いてますよっていう言葉、すごい好きな言葉なんですよね。というのは私もよく使うんですよ。私のドアは常に半開きだと。だから半分は開いてるから、ぜひ、私訪ねてくださいと。ただし私からは特にはそのあなたの扉を訪ねに行くことは少ないので、なかなかですねお互いの気が合うことは少ないと。だから半分だけ開けとるから、それをぜひ、見に来てくださいっていうようなニュアンスです。ただしもう半分の扉というのは自分の中でしっかり閉ざされていて、そこから大量に物を入れることはできなくなってるんですよね。それが人間じゃないかなと私は思っています。まあ、とても似たような言葉があったので、それをですねちょっといい言葉を使ってるなと思って、見ていました。で、最後にですねもう一つ、ちょっと補足説明があるみたいですけど、ちょっと間に合いませんでしたね。ちょっとすいません。補足説明という言葉をいただいているんですが、今はちょっとまだないので、最後まとめたいと思いますけども、まあ、とにかくこのコメントでですね、私が思ったというか、まあ、一応、このロマンサガ3の75回をですね、最後まで一応聞いたんですよね。1.5 倍速で聞いて、1.5 倍ぐらいで聞いてですね、で、まあ私もそれなりにゲームをしながらなかなか上手に話まとめてるなと思いながらですね、2ヶ月前の自分をちょっとまあ褒めながら読んでたんですけど、最後にですね、言ってた言葉がですね、私を見つけてくれだったんですよね。いやー、それを見た時に、いや、見事に見つけていただいたなと思って、それが本当に嬉しかったんですよね。だから私の心の叫びは最後に、どうか私を見てくださいっていう言葉で締めくくられてたんで、いや、これを見つけてくれて、この言葉を送ってくれたのは本当に嬉しいなと思ってですね、ありがとうございました。まあ、その他本当にたくさんの、ありがたいお言葉をいただいて、もう本当に、心が癒されている最中なんですけど、まあ、中でもこのコメントはちょっと嬉しかったですよね。まあ、いや、他にも嬉しいコメントいっぱいありました。本当にコメントに救われておりますし、まあ、まだまだですね、とりあえず選挙半ばなんで、とりあえず最後まで応援をし尽くして、でとにかく今日本が変わろうとしていると、生まれ変わろうとしているところをですね、私としては、まあ、というか皆さんもそうですね、その現場に立ち会っている目撃者というふうに思いますので、ぜひ皆さんも一緒に日本の政治の行方をですね、追っていけたらいいなと思っております。はい、ということで長々とありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。